やばい。数半端ない。すごい、わっしゃわっしゃいる。見えますか？どうも、ゆららです。ミステリークレーフィッシュというザリガニを飼い始めて9ヶ月経ちました。飼い始めた当初はね、ちっちゃなプリンカップでさえちょっと大きく感じるような大きさだったのに、今ではこんなに立派になりました。立派なママになりました。実は今回の抱卵が3回目だったんですよ。以前に2回抱卵してるんですけれども、2回とも卵を食べちゃったんですよね。で、今回3回目、無事に卵を孵化するかな、また食べちゃうんじゃないかなって心配はしてたんですけど、気づいたら孵化してました。ベビーたちが孵化してからだいたい2週間くらいはお母さんのお腹にくっついてましたね。で、それから少しずつこうなんか歩き出しました。で、今はこうやってお外お散歩中ですね。で、これが夜になるとまたお母さんのお腹の元へ戻っていくんですよ。で、またお母さんのお腹がぎっしりザリガニベビーっていう。なんかちゃんと子守してんのが可愛いですね。ザリガニさんが抱卵するとあんまり餌を食べなくなっちゃうんですよ。なので水質が汚れないように麩の実だけ入れておきました。で、入れてた麩の実を結構チザリさんたちが食べてたんですよ。なので今ザリガニの餌を入れてみたところ食べてますね。もうちっちゃいながらもちゃんとザリガニの形してて、もういっちょ前にね、なんか 持って食べてますね。なんだこれ、超かわいい。ね、一人歩きを始めたようなので、そろそろこう隠れられるような水草などを入れていこうかなって思います。あとね、フィルターは今水作エイトの M サイズの投げ込み式のものを使ってるんですけれども、これだとちょっとチザリさんたちが吸われちゃうんじゃないかなって不安に思ったので、スポンジフィルターを買ってこようかなって思ってます。親離れをするまではまだ少し時間がかかると思うんですけれども、この子たちが親離れをして、ある程度1センチか2センチくらいかな、それくらいの大きさになったらアクアショップに引き取ってもらう予定となってます。それまでの間ね、しっかりと育てていきたいなって思います。チザリたちの観察記録や飼育方法なども動画にまとめてアップしていければなと思ってますので、よろしくお願いします。